八窓庵、三分庵側より、撮影八窓庵は、北海道札幌市中央区の中島公園にある、茶室である。当初は、大見国小室城に建てられていた。重要文化財、旧社内貌線とも呼ばれる。二条台目の草案風の茶室で、江戸時代、小堀正和の作とされるが、正確な建築年は不詳である。三つの連合窓、四つの下地窓、 一つの突を窓の計八窓があることから八窓案と呼ばれる。1936年、当時の国宝保存法により、国宝に指定1950年に同法が廃止され文化財保護法が施行されたことに伴い、重要文化財となった。増設されている三分案と水屋は重要文化財指定の対象外である。当初は小堀正和の居城である。 小室町内の古法案にあった。その後、川崎の炎行事、長浜八万宮の都市造院を経て、長浜市の社内に移築されたというが、その詳細な経緯は未詳である。大正時代に、社内から札幌市内へ移築、その後中島公園内へ移築された。当期には積雪による過重から建物を守るために、プレハブの上屋が仮設されていたが、2005年3月に、 プレハブウアヤが倒壊、それに伴って八窓案、水屋が、全回、三分案が半壊した。全壊後、事故調査委員会を設け解体調査を実施。この際八窓案の屋根裏部分に、建造物修繕記録である胸札を2枚発見。1919年に、実業家、持田金也が建物を譲り受け、部材を札幌に輸送。 1925年に部材を組み立てたことが判明した。2005年の全開時には構造材、造作材ともにことごとく切損、割り損したが重要文化財指定解除には至らず、修理に際しては可能な限り旧材を補強の上採用した。土壁についてもこまえをできる限り採用し、壁土は保管されていた元の土を練り直し、不足分は 新たな土を足して仕上げた。特に中柱は2箇所で破断し、3本に折れてしまったが、内部にヒノキ材の補強材を入れ、アクリルエマルジョンを使用した減圧眼振を行って補強し、採用された。ありがとうございます。